バッターは竹内。今日はレフトフライ打ちました。これは平凡なレフトフライ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者清木さん。今日はストレート見逃し三振。バッターは6番藤井。今日はファーストゴロとフォアボール。第1球を投げた、見送ってストライク。1球見送りました。当たりません、ストライク。第6球を投げました、結局外れてフォアボール。バッターは7番谷内。今日はセカンドゴロとレフトフライ、これはストライク。盗塁を許します。ランナーを詰められてしまいました。直球見送ってストライク。投球はこれから6球目。打った、ライトへ持っていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。結局にゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは星。今日はピッチャーゴロと三振。投げました、打ちました。センター前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番奥村。アウトローを見送ってストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ、打ちました、いい当たり。キジー掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。打った、ショート左への打球。